整備学園中学校、高等学校は、東京都北区赤羽台4丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校。高等学校においては、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では、第1学年から混合して、クラスを編成する併設型中高一貫校。 創立者である聖ヨハネボスこと、聖マリア・マザレロの意志を引き継ぐカトリックミッションスクールである。都内でありながら、小高い丘の上に6万平方メートルを超える敷地を有する学園である。同敷地内には、聖堂や修道院、六面のテニスコートもあり、緑あふれる豊かな環境に恵まれている。ミッションスクールとしては、 高校の募集も行っている数少ない学校である。朝は祈りと成果で始まり、英語の授業は英語の祈りで始まる。国際社会で貢献できる女性を目指し、各国の姉妹校の生徒との交流や海外研修旅行など、国際プログラムも充実している。姉妹校は94カ国に広がっている。宗教の時間には、聖書や成果、命の尊さ、今、 世界で起きていることについても学び考える。高校では第二外国語としてイタリア語を選択することができ、美術や語学の幅を広げることができる。少人数制であり、入学時と卒業時の学力を比較すると伸び率が非常に高い。希望者は放課後に通年ゼミを受けることができる。カトリック校の特色として、上智大学や精神女子大学、 白百合女子大学、聖戦女子大学等への指定校、推薦入学制度が多数ある。8割から9割の生徒が4年生大学へ進む。整備学園高校の学校情報のワンポイント情報の冒頭による。ありがとうございます。